回見ていかがですか。やっぱり最後の7回にああいう風に打たれてしまうっていうのはまだまだ自分の力不足だと思うので、もっとゼロを積み重ねられるようなピッチャーになりたいです。今日は序盤からテンポよく投げ込んでいって奪三振ショーで幕を開けた感がありましたが、あのあたりはどういった心境で投げていたんですか。三振を狙っていたわけではないんですけど、ツーストライク追い込んでから低めに決め切ることができていたので、すごい良かったと思います。こうパーフェクトピッチングが続く中でも、淡々と投げていったように感じたんですが、中盤はどういった思いで投げていたんでしょうか。特に何も思わずにバッターと勝負することだけを考えて投げてました。この東京ドームの舞台で同じドラフト同期高卒で入団をした山瀬選手とバッテリーを組みましたが、この2人のコミュニケーションというのは今日はどうだったでしょうか。試合前から山瀬が相手チームの特徴だったりそういうことを話してくれたりして、いいコンビで投げられたと思います。あのマウンドを降りた後は三沢投手とベンチの中でお話をするシーンもありましたけれども、どんな言葉を交わしていたんでしょうか。ありがとうございます。それでは、本当に謙虚なコメントですけれども、この東京ドームに詰めかけたファンの皆さんは井上選手のピッチングに今日は魅了されたと思います。このファンの皆さんに向けて最後にメッセージをお願いします。一軍の舞台で、たくさん勝利を積み重ねて将来は先発ローテーションとして投げていくピッチャーになっていきたいと思うので、